切り継ぐから見れば第四次聖杯戦争で敵対したマスターの一人、その程度の関係ですが、根が真面目で、魔術師という人種をよく知っている切り継ぐは、ウェイバーの魔術師として不完全すぎる行動が全く読めず、その行動を戦術的、戦略的後者の取ったものとして過大評価していました。具体的な一例を挙げると、切り継ぐが考える魔術師という生き物は、陣地、拠点を重要視するため、霊脈などの地形上の有利を選ぶのが当然です。ウェイバー的にはそこまで深い考えがあったわけでもなく、聖杯戦争の際の拠点に老夫婦の家を選んでいたのですが、それが功を奏して、切り継ぐの策的に引っかかることなく、やり過ごすことができたため、生き残ることができたと言えるでしょう。もしも一般的な魔術師が取るような行動をとっていれば、ウェイバーちゃんは早々に敗北していたはずです。動画前編はコメント欄から。